はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。西野明郎さんの講演会を主催してみたり、クラウドファンディングを自分で2回もしてみたり、YouTube をしたり、あとはオンライン上で税理士を雇おうということで、オンラインサロンの運営もしている自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。さあ、今日のテーマはですね、こちらです。GoTo Eat について説明したいと思います。本日の目次がこちら。まず一つ目が GoTo Eat の目的について、内容は二つあるよということで、食事券の方法とオンライン予約の方法について説明します。次にスケジュールを説明して、最後に注意点と個人的意見を少し紹介します。このような流れでいきますので、本日もぜひぜひよろしく最後まで見てください。お願いします。はい、それでは GoTo Eat について説明していきますね。GoTo Eat の本日の目次は先ほど紹介したようにこちらになっております。そもそも、GoTo キャンペーンというのには、4つありまして、GoTo トラベル、GoTo Eat、GoTo イベント、GoTo 商店街というものがあります。GoTo トラベルについてはね、もうね、利用が開始しておりまして、以前の動画で紹介をしておりますので、ぜひそちら、GoTo トラベルについては動画ご覧ください。今日は2つ目のこの GoTo Eat について、紹介したいと思います。このね、残り GoTo イベントと商店街は、また後々情報が出てくると思いますので、もし情報が出てきましたら、また紹介したいと思っております。今日は2つ目の GoTo Eat について紹介したいと思います。そもそも GoTo Eat の目的は何ですかと言いますと、まず一つ目、やはりこれですね。飲食店の応援になります。あと二つ目の目的としては、農林漁業者の応援、生産者側を応援しようということですね。飲食店を応援することで、生産者側の売れますので、そちらを合わせて二つの方向から応援をしようというのが GoTo Eat の目的になります。では内容についてです。まず一つ目のものが食事券という方法ですね。食事券というのはどういうものかと言いますけど、これは地域振興券に似たイメージだと思っていただけるとスッと入ると思います。1万円出して食事券を購入すると、1万2500円分が食事できるということになります。ですので、プラス 25% 上乗せしてくれるというのがこの食事券、GoTo Eat の食事券の内容になります。もう少し詳しく見ていきましょう。こちらの図を見てください。登録のね、飲食店で使えるプレミアム付き食事券を購入額の 25% 分を上乗せして買いますよというのがこの食事券の GoTo Eat です。地域のね、飲食店で使える食事券がワンセットで1万円で買える。で、購入制限がありまして、1回の購入あたりは2万円まで。ですから、上記の例で言うと、1人2セットまでになります。そして注意点、お釣りは出ません。販売は2021年の1月末までで、有効期限は3月末までです。こちらお気をつけください。ではね、ざっくりですけど、こちらの大きな流れの方を紹介したいと思います。まずこの食事券発行事業者っていうのが公募で選ばれます。そこに飲食店が登録をします。そして地域の販売窓口で消費者の方が食事券を買います。その食事券を使って、外食しに行って食事を提供を受けて、代金として食事券を払います。その飲食店はその、食事券を受け取って、券の回収がされて、それに対して、支払いがされます。ですので、この登録される飲食店は、このすぐにね、支払い現金になるわけではないので、少しタイムラグがあるっていうのは頭に置いておいてください。はい、ざっくりとこんな感じです。じゃあ次、二つ目の内容についてです。オンラインの飲食予約というものも GoTo Eat の中に含まれております。じゃあどういうものか説明していきますね。昼に500ポイントもらえて、夜に行くと1000ポイントもらえるというものです。では、もう少し詳しく紹介したいと思います。このような内容になっております。オンラインの飲食予約。オンラインの飲食予約サイト経由で予約して来店した消費者に対して次回以降に使用できるポイントがもらえるよという制度です。お昼の時間帯ですと500円分なので500ポイント。夕食の時間帯、これ3時以降になりますけど、1000円分のポイントをもらえるので1000ポイントもらえます。ポイントの上限は1回の予約あたり10人分、最大1万円分のポイントがもらえます。ポイント付与は2021年の1月末から、利用については3月末までになっております。こちらもね、流れをね、ざっくりと見ていきたいと思います。こちら、オンラインの飲食予約サイト。こちらも、公募されます。そこに飲食店が登録して、お客さんの方がですね、オンライン上のこの予約サイトを使って、予約して、来店して、支払いをオンライン上で済ませます。そして、来店が確認されたら、ポイントがもらえます。そして予約して来店してそのもらったポイントを使って食事をすると代金からポイント分が差し引かれます。で、次回もらえるポイントもまた付与されます。ですから、1回オンラインで予約して来店すると、500ポイントなり1000ポイントなりもらえるんですけども、またそれをね、使った後、また食事オンライン予約で行くと、また次の、ポイントももらえるので、ずっとポイントがこうぐるぐる回る感じですね。なので、かなりお得な制度になってると思います。食事券から
申し込むか、オンラインの飲食予約の方からやるかは、ご自分でどちらが自分に向いているかを選べばいいと思います。で、今後についてですね、先ほど言いましたけど、この食事券の発行事業者とオンラインの飲食予約サイトの事業者は公募されます。で、農林水産省が直接契約をします。今現在、ニュースでこの食事券の発行事業者の応募申し込みが56件ほどあるそうで、こちらのオンライン予約サイトの事業者は18件ほど応募があったようです。予想していたより多い数で、これから多分どこにしようかっていうのと、審査があると思うので、そちらの方で決定されていくと思います。皆さん思うかもしれないんですが、このオンライン飲食予約サイトってどういうのかっていうと、例えばですけど、決定ではないですが、グルナビとかホットペッパーとか、ああいうサイトの業者さんがここに該当すると思います。今挙げた、業者さんは代表的なものを挙げたので、必ずここに事業者さんに該当するかね、ご応募を出しているかどうかの情報はわからないですけども、そういうものがグルナビさんとかみたいなホットペッパーみたいなところは、この予約サイト情報にイメージしてもらえると分かりやすいと思います。じゃあ実際のスケジュールについて説明します。7月21日から8月7日までに公募を買って、8月下旬に、事業者と契約するという流れになっております。ニュースの方でちょっとね、これ延長の、ニュースが出まして、9月の上旬にずれ込むんじゃないかというふうになっております。で、食事券については準備が整った地域から順次実施されます。こちらのオンライン飲食予約にするポイント付与についても、状況を踏まえて開始時期を検討ということが公表されております。ですので多分GoTo トラベルと同じく、ちょっとコロナの様子を見て国の方は慎重に動いていくと思いますので、予定通り実施されるかもしれないし、延長するかもしれないし、9月にスタートしないかもしれないし、スタートするかもしれないし、ニュースやら公表情報があると思いますので、ぜひチェックしていただいて、お得に GoTo イートの使っていただければいいなと思っております。じゃあ最後に注意点と個人的見解を少し紹介します。やっぱりコロナの対策大事になりますので、いくらお得なものといっても命には代えれませんので、皆さん感染対策はして、うまく GoTo トラベルも GoTo イートの方もお使いください。とお得な使い方の一つの紹介として、幹事の方、幹事をやるとお得になります。1回でちょっと戻りますね。こちらですね、1回の予約あたり10人分までできますので、最大1万円分のポイントをもらえるわけですよ。だから幹事の方が例えば10人分予約すると1万ポイントもらえるので、次自分の次の日の食事どっか行こうかなというか、1万円分のポイントを使うとその分割引きます。でもまた来店でそれを予約でするとさらにまたポイントがもらえますので、お昼は500円、夕食だったら1000ポイントみたいな、ですのでお得です。でも気をつけないといけないのは、幹事をやることはいいんですけど、やっぱ10人で行くのと2人でご飯食べに行くとどっちがリスク高いですかって言ったら、やはり10人で行く方がリスクは高いので、いくらポイントがお得とはいえ、ポイントだけのことを考えてやるというよりは、よくコロナの方も考えてうまく利用していただけるなと思います。でも幹事の方はお得というのは一つの情報としてお伝えしておきます。あとですね、食事外食が多い方にもこのポイント制はメリットになると思います。一人暮らしの会社員の方とか、お昼も外も夜も外食なんですっていう方は、こちらポイントをうまく使えば、かなり食費代、月の食費代が浮くのではないでしょうか。で、周りの飲食店の方の応援もできますし、いいと思います。あともう一つお得なポイントとしては、 GoTo トラベルと併用は OK です。ですので、宿だけ GoTo トラベルの方で予約していただいて、ご飯は GoTo イートで地域の食事券を購入して使うなり、オンラインの予約でポイントをもらうという方法をチョイスして、どちらがいいかっていうのを考えてお得に使えばいいと思います。これも一つのお得な方法としてお知らせしておきます。あとですわね、あとですね、普段皆さん、ひいきのお店とか、よく食事に行くお店ってあるんですけど、その飲食店が今回のこの GoTo イートに登録されてる飲食店かどうかっていうのは、確認しないとわからないので、食事券の提携飲食店がどこなのか、オンラインの食事の飲食店の予約がどこのお店がされているのかなっていうのは、必ずチェックしてから使うようにしてください。なるべくGoTo イートも GoTo トラベルもお得に使えるといいなということで動画配信します。詳細はまだ未定の部分がありますので、必ず情報だけ最新のものを確認してから使うようにしてください。では本日の動画は以上になります。今日も最後まで見てくださった方、ありがとうございます。皆さんのコメントやその励ましによって続けられてますので、ぜひぜひチャンネル登録&高評価ボタンよろしくお願いします。では本日の動画は以上になります。最後まで見てくださった方、本当にありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。川南でした。